大釜大釜は草を買ったり作物を収穫するために用いられる農機具の一つである。同様の形状で大きさの小さいものは釜と呼ばれる農業の機械化が進んだ現代においてもヨーロッパやアジアの各地で用いられている。大釜は木製で長さ1 7 0センチメートル程度の長いとその上端の1箇所あるいは中央と上端の2箇所に設けられた短いハンドル。 長江の下端に柄と直角に設置された長さ60から90センチメートル程度のカーブした刃から構成される。長江にはまっすぐなものと緩やかな S 字にカーブしているものとがあるが、使用者がより使いやすいように三次元的なカーブが入ったものもある。通常は使用者から見て向かって左側に刃が突出するように作られている。大釜の刃は単造で作られることが多く、 草刈り用などに用いられる場合には、紙のように薄いエッジが作られる。そのため、使用後には頻繁なとぎと最短像が必要になる。大釜を使う農民大釜は草刈りに用いられることが多いが、他の機械などによる草刈りと区別するため、特にサイスイングと呼ばれることもある。草刈り作業での動作は、以下のようなものである。腕をまっすぐに伸ばして、左手で上端部のハンドルを、右手で、 空の中央部もしくは中央部のハンドルを握り、歯が地面すれすれで地面と平行になるように大釜を保持する。使用者はまず自分の銅を右にひねるように動いて溜めを作る。続いて胴を左にひねりながら歯を大きく動かして草などを投ぐ。以上の動作は一定のリズムで続けられるが、上述のように大釜の薄い歯を研ぐために頻繁に中断される。正しい技術を用いれば、 前振りごとに狭い幅の草などを刈り取り続けることができる。しかしこの作業の初心者は、より広い幅の草を一度に刈ろうとして、必要以上に自分の右側に切りつけてしまうというミスを犯すことが多く、これは肉体的に非常に辛い作業である上、結果が伴わない。あまり地表すれすれを切りすぎると、葉を土で汚し、早く切れ味を落とすことになるので注意が必要である。 大釜は神話的存在の持つ武器としてしばしば登場する。これは主にキリスト教の神話的解釈における魂の収穫者としての死に由来するもので、同様の理由からヒンドゥー教の死の女神であるカーリーも大釜を用いるとされた。釜武器としての釜も参照線釜は農具として長江と直角に取り付けられていた葉を長江を延長する方向に取り付けたもので、 ハルバードと同じように使用された18から19世紀におけるポーランドの農民運兵によって広く用いられた。大釜はまた釜戦車にも使われた。ありがとうございます。